映画ナタリーをご覧の皆さん、こんにちは、武田里奈です。私の一本は映画ハイキックガールです。私は幼い頃からずっと映画の世界に入りたくて、小学生の頃から日々オーディションを受けていました。16歳の頃にこの映画ハイキックガールのオーディションに出会いまして、そしてなんと主役に選んでいただきました。当時はまだ事務所にも入っていなかったので、右も左も分からず、そして現場の経験も少なかったので、少なかったというかもうほぼ現場の経験がなかったので、もういきなり夢の世界に飛び込んだ少女という感じでした。でも当時は、私はこの映画で自分の人生を大きく変えるんだと思って臨ませていただいた作品だったので、今でも私にとって大きな作品です。未だに海外の映画祭に行くと、あ、ハイキックガールだって声をかけていただくこともあります。私を映画の世界に導いてくれた私の一本です。そして私を作った一本、これがですね、数本あるので一本に絞るのは大変難しいんですけれども、今回は、空手つながりでご紹介させていただきます。1984年の映画ベストキッドです。はい、主人公のダニエル君は転校先でいじめにあってしまうんですけれども、そのいじめに立ち向かうために空手を始めるというストーリーとなっています。王道ではあるんですけれども、その主人公のダニエル君に空手を教えている師匠の宮城さんのセリフが、ものすごく印象的で、私が、小学生の頃に見た中でもすごく覚えているのが、何事もバランスが大切だ、それは空手だけではない、人生全てにおいてだ、というようなセリフがあります。私も空手をやっているので、共感する部分もたくさんありますし、私が個人的に道場で教えてもらった言葉がありまして、空手は己を見つめ、己を正し、己を磨くものであるという空手道訓があります。まさにその空手道訓を、この映画が表現してくれてるなと思います。あとはね、もう本当に皆さんもご存知だと思うんですけど、トレーニングのシーンです。一見雑用に見えるトレーニングが、実はものすごく大きな成果をもたらす、大切なトレーニング、鍛錬につながっているというシーンなんですけれども、ネタバレになるので、今表現するのはやめますが、私も当時よく真似していました。2010年にジェイデン・スミスさんとジャッキー・チェーンさんが、リメイクしたベストキッドもあるんですけれども、そちらもオマージュしつつ、またちょっと変わったトレーニングがありまして、そちらも素晴らしいので、ぜひ合わせて見てみてください。はい、私は日々、空手に救われ、そして空手に夢を与えていただいています。まだまだ夢はたくさんありますが、これからも、今回ね、私が私を作った一本と言ったように、いつかは誰かのあなたを作った一本と言っていただけるような作品をこれからも作っていきたいと思います。皆さん今後ともよろしくお願いします。以上、武田里奈でした。